私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日、琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん、琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。応援の方にはエアーハグ、エアーハイタッチなど直接触れ合わない形でのご挨拶をお願いしています。今回の放送はここからだもん。トロ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 。6月7日出発地点で嬉しい応援。ありがとね、来てくれ。かっこいいわ髪型。青空の下、いざ出発と思いきや、間違った。いきなり逆方向。ありがとう。さすがやな、みんな慣れてはって、はい、コースの指摘もしてくれるの。気を取り直して今日のアンギャスタートです。ここでゴミ拾いタイム。ペットボトルを発見。よいしょ、ペットボトル。よし。何かのキャップも。あ、お前もやな。一見不器用やのにこうやって上手に取ってしまうわしのキャップ。まあええわ。笑いが乾いとるな。笑いの乾燥注意報。ここで毎年恒例プチ難所、下坂本の歩道橋。暑いわ今日。今日なんか予想では30度近くなるらしいです。あかんがな。このその暑い時に今からこの歩道橋登らなかったね。エッチが起きる。そうですね、ちょっと大変です。大変やで、この水鳥でこれ登るの。これライブ配信して、はい、まだ何人見てんの今。ライブゼロです。ゼロに。ダンディって？あ、違います。ダンディ。あ、違う、ダンディ。あ、じゃあダンがあるか。階段です。はい。ダンディです。よし。もう11年目や、高いな。やっぱ体もあちこち肩きてる、高いな。丸いお腹で足元が見えないおっさん。横向きに慎重に足を進めます。ちょっと鳥ドック行かなあかんわ。鳥ドックあるんですか？うん。鳥ドッグどこ見てもらえるんですか？いろいろ全身。長浜にあんねんけどな。あ、なんで長浜あるの？今しんどい時やからいろいろこったこと聞かんといて。すいません。あとこの後血液型って何ですか？お前いいから。わかりました。エトワトリア。おしゃべりしながら足を進めて、もうちょっと。大丈夫。あ、もうだいぶ板の木が見えてきた。はい、もうちょいです。
エアコンじゃ大変やねんこれ毎年。よいしょ、あと6段ぐらいで頂上です。エアコンじゃ、よいしょ、エアコンじゃ、あともう1段です。ラスト1段、あー登ったねー、パッパパー。歩道橋の上でちょっと一息。あー登り切った、綺麗な琵琶湖が見えるわ。この琵琶湖美しさを保つために、わしは7月2日琵琶湖の日を伝えながら歩く。下りの階段も慎重に。この踊り場で踊り見せたいとこやけど余裕はないわ。螺旋階段をラテン階段で踊ろうか思ったんやけど。ちなみに歩道橋の上でほんまはあそこ丸亀製麺あるなと思って見てて、お腹減ったな思ってて。綺麗でこれ、花がずっと開いて川沿いに、見上げれば山。カワセミがいるそうな。あ、そうなん。あ、そうなん。念のため、カワセミってセミちゃうんです。大丈夫、あのちゃんと取り合って今。早く早く早く。ここでゴミ拾いタイム。枝の上に紙コップ。よいしょよいしょ。よいしょー、ちゃ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 、ゴミ拾い完了。歩くうちいろいろな応援をいただきました。この犬たちはテニス取った。あ、ほんま、ご苦労さん、熱中症気付けて。わしが言うのもない。嬉しい声に背中を押され、安のおっさんビワイチアンギャ、次回に続きます。空を見上げて、あの日ふと考えた、ふわふわの雲が飛んで日が差して、ありがとう、ありがとうございます。こんな気持ちにだったことがあるような、あそこがお久しぶりです。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。フレ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 アミンチュー。私たちは八寿司で稽古している八寿司スポーツ少年団剣道部、有期限了解です。私たち有期限了解は1953年に創部された伝統ある剣道クラブです。現在は幼稚園年長から中学3年生までの男子女子で活動しています。剣道を通じて礼儀と心と体を強くし、一人一人が試合に勝つなどの目標に向かって日々稽古を頑張っています。
嬉しかったことは試合で自分から立ち向かって一本取れたことです。これからも剣道を楽しく続けていきたいです。稽古日は毎週火曜日金曜日の18時30分から20時までと日曜日の9時30分から12時までです。安学区の方はもちろん安学区以外のお住まいの方でも参加できます。剣道に興味のある方はお気軽に見学にお越しください。ぜひお待ちしています。剣道を通じて心と体を強くしよう。アミンジュ。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。里親って何？安のおっさん、里親って何？そら、白くて甘いもん売ってる店やろ。それは里親じゃ。いつジョークやかな。里親は子供を迎え入れて親子になる人のことやろ。それは戸籍上の親になる養子縁組里親のことじゃな。実は里親にはいろんな種類があるんじゃ。へえ。養子縁組はせずに一定期間子供を育てる養育里親、それから親が出張や病気や出産、育児疲れで一時的に子供を預かる里親などがあるんじゃ。へえ、そうやって落ち着き持てる社会がええな。持ちつ持たれつじゃ。マジこだ。里親さん増えてほしいな。特別な資格や子育て経験も不要。滋賀県里親会で検索。待ってるで。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。